油断していた。うっかり運命に出会ったのだ。真っ白な雪が僕の命を吸っていく。大丈夫、人はこの程度では死なないよ。薄れゆく意識の中でとても優しい声を聞いた。あの子が。礼はいらない。寝て起きたら私のことは忘れてくれ。遠ざかる意識、遠ざかる君。見つかるかどうかなんてわからない。でもこれが運命ならきっといた。さっきはありがとう。おかげで助かったよ。よくその怪我で動けるな。一つしかない命は大切にしなさい。ちょっと。血が出すぎている。体を温めないと。だがやはり人は呼んでこよう。そのままじゃ本当に死んでしまう。死にたくなければ動かず待ってろ。待って。僕は君が好きです。私と結婚してくれるなら付き合ってあげる。はい、喜んで。蛍、俺もう夏を待てないよ。離れていると人混みをかき分けてでも蛍に会いに行きたくなるよ。その面やるよ。きっとこれが最後の。待ってよ。危ない。クミコちゃんさ、ジョゼは？クミコちゃん、ジョゼや。ジョゼ、とりあえず今日は連れて行け。え、あたいを海まで連れて行け。あ、別に初めて乗ったわけちゃうで。いや、どんな風に見えてるのかなって。全てに心が躍るわ。楽しくてスキップしてしまいそう。季節を巡り春がやってきました。人魚の世界はどんどん広がっていきました。ほら、治った。どうして？これからは一人で歩いていける。あたいはもう十分押してもろうた。ジョゼのためじゃなくて俺が管理人でいたいんだよ。ジョゼが好きだ。あたい、あたい、
管理人が好きや。想像してたんと全然ちゃう。ニトさん、ひなちゃん、僕はまた君に嘘をついた。君は子供じゃない。君のことが好きだ。僕は君から父親を奪った。君の探してる撃墜王じゃない。なのに君は僕を追いかけてきてくれて。ヒナ、よく聞いて。伝説のあなたが選んだ。わかりますか？私があなたを選んだんです。約束ですよ。もう一人で勝手にどこか行ったりしないでくださいね。早速子をなしますか？いや、そういうことはもうちょっと順序を。まあ、この後に及んでへたれ。邪魔なんだけど。あ、全部見てたんだ、マミちゃんとのこと。ああ、見てたって、なんで？あのカラオケ、俺のバイト先で。バイト先？だとしたら、ごめんなさい。え？あなたに彼女、作ってあげられなかなかった。なんで水原が謝んだよ。私は、未練でも、思いだと。あなたは和也さんの気持ちに、本気で向き合ったことがありますか？全部、バカな俺が悪いのに。この人が、私を一生幸せにしてくれる人かもしれないって、考えたことはありますか？俺はきっと水原が好きなんだ。長い黒髪が好きなんだ。白い足が好きなんだ。当たり強いけど、誰よりも人の気持ち考えてて思っちゃうんだよ。いくら迷惑だって言われても、君を見るたび、君が彼女だったらどんなに幸せだろうって。すぐには勇気が出ないって気持ちは当然だし、レンカノとして最後まで協力はするわ。いい、君がいい。君が。え、あのさ、いちか、お兄ちゃんのこと好きなんでしょ？いい加減はっきりした態度見せてあげてよ。どうした？なんかあった？身を引こうと思って。はあ？殴っていい。前に傷つく覚悟するって言ってたの嘘か？逃げまくってたら本当にいちかちゃんどっか行っちゃうよ。けどいちかさんのこと散々避けてたのに、俺から連絡するのって調子良すぎないか？頑張れ。ダメだ、自分の気持ちから逃げちゃダメだ。すみません、どうしてください。ごめんなさい。そばにいない方がいちかさんのためになるんじゃないか。結局私の気持ちは無視してるじゃないですか。りょうさんがそばにいない方がよっぽど辛いですけど。そうですか。え、りょうさんのこと最初は本当に迷惑だったんです。でもりょうさんの気持ちはまっすぐで、ふとした時にりょうさんのことを考えてるのに気づいたんです。自己中心的だし、ひどいところばっかりだけど、でも私りょうさんのこと好きです。はい、俺もいちかさんのことが好きです。いちかさん、そんなに俺のこと好きだったんですね。その言い方すごく気に入らない。避けたりしてすみませんでした。さん、はい、私が大人になるまで待っててくれますか？
気持ち悪いが恋になってしまった。